して君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。辛くたたったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい、ここにある幸せに気づいたから。遠くで灯る未来、もしも僕らが離れても、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい、本当の幸せの意味を見つけたから。動画を見てくれた皆さん、ありがとうございます。本日は秦基博さんのひまわりの約束をカバーさせていただきました。この曲はね、もうご存知の方、かなり多い曲だと思います。本当に昔から大好きな曲で、夏が近づいてきたのでね、なんかこうひまわりっていう名前が
タイトルに入っているこの曲が歌いたくなったので、歌わせていただきました。 YouTube の方を見たらね、ご本人の、ミュージックビデオが上がっておりました。ひまわり畑でね撮影されてて、すごいね綺麗な映像で、僕もねいつかああいうところで映像を撮ってみたいなと思って見させていただきました。今回ねこの曲僕カバーするにあたってピアノバージョンで、ね、カバーしてみました。僕のチャンネルはね結構ピアノバージョンが多いんですけど、この曲のピアノバージョンは珍しいなと思ったんですけど、ピアノバージョンで BPM が速いんですよね。テンポが速い。このピアノバージョンで、歌った後に原曲を聴くとすごいねゆったりして感じて、これはこれでピアノバージョンが速いっていうのもいいなと思いました。うん、切なくなりすぎない、悲しくなりすぎない、うん、そんな感じかな。はい、というわけで僕のカバーがいいなと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからね編集のたくちゃんのツイッターも概要欄に貼っております。よかったらたくちゃんのこともフォローしてあげてください。今回の動画もね最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。